こんにちは、松村清です。1980年代に東京ガラス工芸研究所でガラス工芸の技法を全て学んだ後、理化学会社でバーナーワーク職人として働き、酸素バーナーワークの技術を身につけました。その後、ガラス工房松ぼっくりを設立し活動を続けています。この映像では、この間に身につけた技術、知識、ノウハウの全てをさらけ出すつもりで作り上げました。日本の理化学ガラスのエッセンス、ジャパンスタイル、それといわば松村スタイルの全てを見ていただくことができます。できるだけ分かりやすい画像にし、私の本バーナーワークと一緒に使っていただければ、誰でも独学ができるように作った映像です。たくさんの項目を取り上げていますが、この中には様々な新しい技術のノウハウなどが散りばめられています。全巻をご覧になれば、あなたは必ずいくつかの重要なヒントを見つけ出すことができるでしょう。